アンマサオとは、大日本帝国の飛行士。日本で最初の朝鮮人飛行士。1901年9月、ハンスンフに生まれる。アートスミスの曲芸飛行を見て飛行士になると決意した。1915年3月、同普通学校卒業。同年4月、気分義塾に入るが、1919年に中退して、日本に渡った。大阪自動車学校専修科で、 発動機関連の教育を3ヶ月受けて運転免許を取得。学費調達のため一時帰国し、同年に東京の赤羽飛行機製作所機体部に入り、飛行機の構造などを6ヶ月間研究した。1920年8月に小栗飛行学校に入学して、優秀な成績で卒業すると、同校の教官に認じられる。 朝鮮に飛行学校を設立する夢があったが、資金難のため挫折する。1921年5月に三島飛行機、操縦輸し、第2号航空免除を交付される。1922年1月に飛行学校に入学した本大ナサクとは、奇妙に馬が愛心優付き合いが続くようになる。同年、昇格試験を受けて合格し、5月9日付で二島飛行機操縦、掃除輸 第57号を取得した。資格を取得後は、東京で飛行士として、仕事をこなす日々が続いた。1922年11月に、東京、大阪間郵便飛行協議に、中島式150馬力で参加して、見事往復を完了して、賞金3000円を獲得。同年12月には、京場で母国訪問飛行をした。これにより安に憧れて、 日本の飛行学校で学ぶ、朝鮮人の青年が増えた。1923年6月、第4回検証飛行競技大会に参加。成績は1,105キロを8時間20分で2等となった。中島式150馬力1台とそれの整備並びに、輸送費に相当する金額及び燃料10時間分が送られた。1923年8月、 星ールの追悼式に合わせたビラを散布中に、水田に墜落する事故が起こる。1923年9月1日、関東大震災が発生して、小栗飛行学校が閉鎖となる。案は、地震が起きる3日前の8月29日から急病で入院生活を送っており、震災によって避難して、前橋市に身を寄せていた。9月2日、 案を探していた本田との再会を喜び、本田に東京で今、朝鮮人に対し不穏な動きがあるようで心配している。すまないが、なんとか君の手で保護してやってはくれんだろうかと頭を下げた。やがて本田の協力で友人数人と共に下関市に帰還不連絡船で帰国した。体調が回復すると本田と二人で千葉県津田沼の伊藤をとじろを訪ねて、 伊藤飛行場の使用許可をもらい飛行訓練を続けた。1924年、伊藤飛行機研究所で、傾斜飛行について研究していた。同年9月27日、伊東飛行士の鈴木菊と飲食店にいた際に3人の暴漢に襲われる。日本国水団員を称する者から、朝鮮独立運動に関係しているだろうと脅され。 金品をねだられるようになったので、密かに東京に戻って、身を潜め、やがて中島式小型機を処分して、京城に帰った。1924年10月17日、弟子である、本田稲作飛行士が鹿児島に、本田飛行場を開設することになり、飛行場開きで公開飛行を行った。これが、日本での最後の飛行となった。1925年1月に、 中国へ亡命して、賛成軍閥に参加する。同年冬、遠尺山が設立した賛成航空兵団飛行員。賛成航空学校の飛行教官などを務めた。1930年4月、航空学校での訓練飛行中に、殺人で視界を遮られて、山の斜面に激突、29歳で事故死した。没後の2001年、建国勲章愛国章が、 追いのぶされた。ありがとうございます。